最新情報をながらでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日 AWS。 おはようございます。サーバーワークスの福島です。4月28日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。今週の小話のテーマは、今年のゴールデンウィークは何をするかになります。私は自動化に興味があります。最近 Web ブラウザの操作を自動化するためのフレームワークであるセレニウム使ってみたんですが、こんなことできるんだと一人ですごいテンションが上がっていました。なのでゴールデンウィークはセレニウムを使って何か自動化したいなと思っております。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は4月27日、6件のアップデートがありました。まずは1つ目、 AWS シークレットマネージャーが Kubernetes のシークレットストア CSI ドライバーのプラグインを提供開始。はい、データベースの認証情報や API キーといったシークレットをセキュアに管理できるサービス、 AWS シークレットマネージャー。今回はこのシークレットマネージャーに Kubernetes のシークレットストア CSI ドライバーのプラグインである AWS シークレット&コンフィグレーションプロバイダー、略して ASCP をリリースしましたというアップデートになります。 ASCP を利用すると Kubernetes ポッドで実行されているアプリケーションはカスタムコードなしに AWS シークレットマネージャーからシークレットを簡単に取得することができます。また ASCP を利用するとシークレットがローテーションされてもアプリケーションが常に最新バージョンのシークレットを取得することができます。その結果、コーディングに労力を割くことなく、シークレットマネージャーが提供するローテーションやライフサイクル管理機能のメリットを享受することができます。なお ASCP は SSM のパラメータストアへのアクセスも可能となっています。クレデンシャルといったシークレットは定期的にローテーションすることがベストプラクティスになります。そのため Kubernetes を利用されている方はシークレットの管理をシークレットマネージャーで行うことを検討してみてはいかがでしょうか。では次、2つ目、 Amazon SNS はメッセージングフィルタリングで利用できる演算子を追加。はい、フルマネージド型メッセージングサービスである Amazon SNS、今回はこの Amazon SNS のメッセージフィルタリングで利用できる演算子が増えたというアップデートになります。追加された演算子は3つあり、それらを使うことで指定された属性キーを持たないメッセージのみを配信、や指定された属性キーを持ち文字列子が指定されたプレフィックスで始まらないメッセージのみを配信、その他には指定された属性キーを持ち文字列子が指定されたネットワークの IP アドレスと一致するメッセージのみを配信といったことができるようになりました。今回ご紹介した条件でフィルタリングしたい場合、ぜひドキュメントをチェックしてみてください。では次、3つ目、 AWS グルースタジオはデータシンク機能を提供開始。はい、フルマネージドな ETL サービスを提供する AWS グルー、そして AWS グルーでの ETL ジョブの作成、実行、監視を容易にできる GUI を提供する AWS グルースタジオ。今回はこの AWS グルースタジオでデータを双方向に転送できるデータシンク機能が提供開始されたというアップデートになります。データシンク機能を使うためにはコネクタが必要で、このコネクタとはデータウェアハウス、Amazon S3 といったデータストア間でデータを容易に転送できるコードの一部になります。このコネクタの作成は AWS マーケットプレイスで提供されているものを利用する、もしくは独自にカスタムコネクタを作成することができます。データストア間で双方向にデータを転送したい場合、データシンク機能を使ってみてはいかがでしょうか。では次、4つ目、 PostgreSQL 互換の Amazon Aura のパッチが追加。はい、高性能の商用データベースの可用性とスピード、およびオープンソースデータベースのシンプルさとコスト効率性を兼ね備えた
マネージドなリレーショナルデータベースである Amazon Aurora。 Amazon Aurora には MySQL 互換と PostgreSQL 互換の2種類がありますが、今回は PostgreSQL 互換の Amazon Aurora のパッチが追加されたというアップデートになります。追加されたパッチは4つで 1.9.2、 2.7.2、 3.4.2、 4.0.2 が追加されました。今回のパッチを適用することで機能強化やいくつかのバグが修正できますので、 PostgreSQL 互換の Amazon Aurora 利用している方はぜひドキュメントチェックしてみてください。では次、5つ目、 AWS コントロールタワー用のサードパーティー製品の一覧を確認できるように。はい、AWS のベストプラクティスに基づいてマルチアカウントの AWS 環境をセットアップ及び管理できるサービス、 AWS コントロールタワー。今回はこの AWS コントロールタワー用に構築されたサードパーティー製品の一覧を確認できるようになったというアップデートになります。この一覧は AWS コントロールタワーのコンソールから確認でき、セキュリティやネットワークといったジャンルごとに確認も可能です。AWS コントロールタワーを使っている方は一度チェックしてみてはいかがでしょうか。では最後6つ目、 AWS トランジットゲートウェイが大阪リージョンで利用可能に。はい、複数の VPC 同士またはオンプレミスのネットワークのハブとなり、ネットワークの管理を簡素化してくれるサービス、 AWS トランジットゲートウェイ。今回はこのサービスが大阪リージョンで利用可能になりましたというアップデートになります。大阪リージョンで複雑なネットワーク構成を組む場合は AWS トランジットゲートウェイの利用を検討してみてはいかがでしょうか。また毎日のように大阪リージョンで提供開始される AWS サービスが発表されていますので、大阪リージョンをご利用中またはご利用予定の方はぜひこの毎日 AWS をチェックしていただけると幸いです。以上6件、4月27日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS をお楽しみに。ではでは。